影の実力者になりたくてセカンドシーズン最終話放送記念特番なのです。影の実力者は新たな謎を探求したい。このステップで今駆けて、はい、皆様こんばんは。始まりました。はい、影の実力者になりたくて特番でございます。私主人公白影のシャドウを演じます山下誠一郎です。ついにですね、先週最終話を迎えましたテレビアニメ影の実力者になりたくてセカンドシーズンでございまして、ご覧いただいたかと思います。コメント欄もたくさんありがとうございます、なのです。好き、ありがとう、はい、ということでアトミックありがとうございますなんですけれども、まあ本日はですね、最終話の放送を記念して素敵なメンバーと一緒に素敵なこの舞台、皆様お気づきかな、ローズ先輩が頑張ったあの場所でね、一緒に本編を振り返る生配信をしていきたいと思います。そうそうそうね、そう、はい、女子イズ大丈夫かな、はい、はい、今日も静かけは自由ですが、そんな自由なメンバー紹介をしていきたいと思います。まずは瀬戸ちゃんから。はい、皆さんこんばんは。シャドウガーデン七影第一席アルファ役の瀬戸あさみです。ツークールやってきたじゃん。よろしくお願いします。ありがとう。私だけ書いてあるんだよね。確かに、確かに、代表です。はい、ということで瀬戸さんよろしくお願いします。続いてはハイちゃん。はい、皆さんこんばんは。七影の第四席デルタ役のファイルズアイなのです。なのです。ありがとう。さあ続いては浅井さんお願いします。はい、皆さんこんばんは。七影の第六席デルタ役の浅井彩香です。よろしくお願いします。ありがとう、デルタ。そして、はい、皆様こんばんは。年末いかがお過ごしでしょうか。じゃがいも役の松重慎です。年の瀬。さすが、僕が認めたモブだ。ということで今日はね、じゃがせきです、はい、このバラエティ豊かなこのメンバーでお届けしていきたいと思います。はい、ですね、瀬戸ちゃん結構生配信久々説、うん、おお、あ、そうだね。そう、でもなんか影マスの放送があったから、あ、そうだ、久しい感じがしないのかも。確かに見てました、一般人オタクとして、一般オタクとして拝見しておりました。推しと友達が喋ってるって思いながら話しておりました。コメントにはね、いたくない。そうそう、あ、そうそう、コメントはね、お送りして。確かにアニメの方は久々かもしれない、かもしれない、あ、車だったからね。そうだね、はい、で、ファイちゃんと浅井さんは思い返せば、そう、あの誠一郎がね、屈辱のうさ耳をつけて、あ、チンチラになってた。チンチラになってた。二人は普通に可愛くて、俺が一番可愛くなってしまったっていう、ね、そう、うさ耳をつけてね、配信をして、ね、あれはちょうど放送直前の生配信で、ね、そうそうそう、お月見15夜の日だったので、そうそうそう、ドムドムくんももらった日だ。そう、ドムドムバーガーも食べたりとか、うん、楽しかったな。あっという間にそれがね、もう完結しまして、ということで、そして松重さんは我らがモブ友というか、我らがヒョロジャガのジャガ役で来ていただきまして、松重さん自体は影マスの方には、ね、出ていただいたりしてたんですけど、僕は今日ご一緒にお話してるのは初めてで、生配信が初めて。そうなんですよ、なので嬉しい。だし僕、あの影マスの配信の方にお邪魔すると大抵なんか結構無茶振りがひどいんですよ。この間もね、それこそシャドウ様のね、代読をね、モノマネをしてくれて突然強いられたりして、何やられてんだ。そう、だから今日はあのね、シドクに全部丸投げでいいらしいじゃないですか。お、まさに頼りになる、任せろよ、任せろ よ。僕がファンなのです。任せろよって、また言うか、あれ大人気じゃないよ、あの流れ。はい、ということで、いろいろね、影マスとかラジオとか本編とかでいろんな試作とかのお話してきたんですけれども、今回はもうネタバレなしというか、存分に語っていいよというところでね、皆さんも、ぜひぜひコメントたくさんしてください。はい、今回はですね、ネタバレなしあり。よく気づいた。さすがに誰も気づかなかったの。本当当たり前のように今あのずっとスタッフさんと目を合わせてしまって、ちょっと触れずにはいられなくてごめんね。ごめん、今日ダメだ。早めに頑張って。これぞモブ式容疑、わざとね、噛んで場を和ませるというところでございます。さすがボス、ごんじゃった。今日はセカンドシーズンの振り返りはもちろんのこと、なんといっても劇場公開が決定した残響編のお話もできればと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、あ、すごい、みんなさすがアルファ様って言われて、ね、すごい、ボツが噛んだのですって私噛むたびにずっと言うし、ずっとコメントでも流れるから、こすられるよ。はい、ということで、それではもう早速コーナー行きましょう。最初のコーナーはこちらです。影の実力者はみんなのセレクトが知りたい。イエーイ。
はい、ということで存分にネタバレありでコーナーはでは存分に喋っていきたいんですが、セカンドシーズンを振り返りつつ、皆さんの注目ポイントはどこなのかっていうのを、まあ、セレクトということで YouTube のアンケート機能を使って皆様と一緒にこう楽しんでいきたいと思います。なので皆様後でこう YouTube のコメント欄からセレクトをするっていうあのコーナーがあると思いますので、ご協力いただければ嬉しいです。お願いします。はい、でですね、セカンドシーズンなんですが、まあ、8話のアニオリの回も含めて大きく4つのストーリーが展開したので、それぞれ振り返っていきたいと思います。まずは1話から3話の無法都市編、どうぞ。今宵の遊びはここまでだ、女王。お名前をお聞かせ願えるかしら、紳士様。アイアム。待って、お願い待って、エリザベート様。リカバリーアトミック。リカバリーアトミックのシーンを抜粋してお届けしましたが、お話としては1話から3話、無法都市編ですね。こちら場面写がうち上の方に、あるんですけれども、まあなんといっても気になるのはファイちゃん、なんだい、これちょっとうまく手が右下、そうね、あのちょっと切れちゃうからね。ジャガパイセンかな、絵面が汚いやつ、はい、ありがたくないやつ、どの層も喜ばない、そうねすごい可愛い、なんかあの、なんかすごいね、赤い蝶ネクタイってなんかいろいろ考え連想しちゃうんだけど、まあまあジャガーが襲われている、ね、結構まあ、おなじみのメンバー、1話は特に振り返ってみると、あの七影の全員集合からスタートして、ね、あの匂うなドキンっていう可愛いところとか、うんうんうんね、デルタは相変わらず寝てたりとか、いろいろ自由な感じでしたけれども、そうそうそう、まあ特にじゃあこの中で言うと、ジャガヒョロすごいやっぱ吉嗣さんとずっと結構、そうですね、一緒に、まあ、ちょっとあれですね、そもそもあの原作とかには出てないんですよね、ヒョロジャガって、この無法都市編、はいはい、なのにアニオリで足してくださって出てきたら、うんばっかりやってる、はい、それはもう泣いて逃げるかみたいな、そう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 、ギャーしか言ってなかった、一気のね、あの信頼の積み重ねですね、そうそうそう、あの二人を出せばきっと面白い、すごいことになるっていう、スタッフさんのつながりでヒョロ君がちょっと、あの、なんだっけ、漁船に乗ってたから焼けてるんですよ、あ、そう、日焼けしてて、確かに、そう、だから細かいなと思って、ちょっと黒いんですよ、ね、なるほどね、そう、そう、あのやりましたもんね、2人の話で、あの今でしょみたいな、俺たちのあれはみたいな感じでって言ってたらゾンビになってて、まああとはね、それこそ今場面上も出てましたけど、新キャラ盛りだくさん、雪目とかジャガノートとかエリザベート、あとメアリーですね、あとあの一瞬で倒されてしまったクリムゾン、杉田さん贅沢な使い方だなって思いましたけど、で放送前に堂々と新キャスト公開ドンって杉田さんコメントまでいただいて、2話の引きで爆発みたいなこれが影実だって、よくあの2期になると、あの声優の無駄遣いってファンの人がよく言ってたんですけど、あのもうリスペクトあっての、あの信頼のおけるキャスティングでございましたね、という話がありまして、まあこの無法都市なんですけれども、拮抗する3つの勢力、赤の塔の血の女王、白の塔の陽子、黒の塔の暴君と3組になっていたっていうのが、モチーフだったんですけれども、早速それに合わせて、アンケートをしていきたいと思います。皆さんはこの3人のうちついていきたいのはどのリーダーでしょうかというアンケート、まあ、今お話ししたこちら上に出てます、赤の塔の血の女王エリザベート、白の塔の陽子雪目、黒の塔の暴君ジャガノートですね、はい、まあこれ皆さん今コメント欄、チャット欄の方に出ておりますので、ポチッとしてくれたら嬉しいんですが、我々的にはさっき今浅井さん悩むなって、はい、何悩みですか、いやそうですね、本当に悩んでるノンプラで喋ってた、赤か白か紅白で悩むところ、あ、なるほど、でもやっぱり私は白かな、雪目派、はい、なるほど、あ、まあ、とか同じ、じゃあ獣耳としてははいちゃんが、そうですね、
どうだい？あ、そうですね、私はあのセクシーで筋肉あるバッドボーイ系が好きなんで断然黒のと全然違うな。そういうジャガーノーとか。はい、なるほど。じゃあ髭ない方が好きなんですけどね。あ、要求までするなるほどね。髭なしジャガーノートで、ジャガーノートでオールバックも好きです。なるほど。つくなら剃ってもらおうとね、髭をね、はい、悪い人がいい、はい、うん、悪い人がいいで、はい、あと10秒でアンケート締め切ります。皆様いいですか？はい、どうだろうか、誰かな、松重さんどうですか？ジャガジャガでしょ。僕は名前が似てるからジャガノートですか。イエーイ、ジャガジャガー、ね、ジャガノート、黒いジャガジャガ、ね、はい、ということで瀬戸ちゃんはどうだい？私雪目。お、同じだ。雪目多いね。やっぱり結構ね、アフレコでもご一緒のこと多かったから。あ、そっか、そうですね、確かにこの後のエピソードでも。そうそうそう、エリザベート、僕はエリザベートですよ、うん、お、はい、ということでアンケート結果見れる。バランサー、もうちょっと、もうちょっと集計、今集計中でございますのでいける。ということで、じゃあ皆様の結果を見てみましょう、はい、こちらです。何パーセント？おお、みんな、同じだ。ちょっとちょっと5、5、5、5だ。見せられない。いや多分男性が多いのかもしれないね。あ、まあ、しょうがない。素晴らしい方、素晴らしい方。しかもまあちょっとこうね、なんかいろいろとこういろんな事業をしてよく雪目がいいのかな、うん、やっぱ。確かにストーリー的にもやっぱ結構。焦点当たってましたし ね、うん、ね、ちょっとね、エピソードが、ね、あったりしたから、そうかそうか、みんな雪目派が多いんだ。あ、でも 5% もね、選ばれし、ね、そうですよ、民でございますから、ね、でも、もう見る目がある、ね、芸歴でいうと一番高いですか、中の人も確かにね、すごいね、大活躍でございました。そうそうそう、はい、こんな感じで、あの、なんかアンケート取るけど別に商品がとかっていうのではないので、うん、あの、楽しく語っていくだけです、はいはい、世論調査です。こんな感じでやっていきたいと思います。はい、影実世論調査です。続いてはですね、4話から7話偽札編振り返っていきたいと思います。こちら映像どうぞ。はじめまして、ジョン・スミス、そしてさようなら。おとりの糸の中に本命の細い糸を混ぜる。それは避けるか。まあそれはそうか。この動き、この間合い、この技の際は、なぜ、どうして、なぜあなたがシャドウ。その名は捨てた。今の僕はジョン・スミスだ。いやー、かっこいい。豪華。俺もこの声欲しいなって。じゃあ素晴らしい偽札編でございましたが、まあシャドウが一期の時と同じように変装というか姿を変え、ジョン・スミスになりました。 CV は福山潤さんです。はい、で、まあこの時の4話から7話の話で、それぞれここは割と皆さん出演されているのでいろいろお話聞きたいんですけど、僕がこれずっと言いたかったエピソードがあって、4話の A パートの締めか、シドがあの現世であの札を印刷して増やせるんじゃないかっていう悪どいことを言ってた、はい、本当に現実でやっちゃいけないことなんですけど、ダメだよ言ってた時にヒョロジャガーの引き、あの時に頼りにしてるぞ MHK って言ってエパートが終わるんですね、うん、CM に入るところで、でヒョロとジャガが、うん、シド君お金って言うんですけど、うん、あれの凄まじいところが、うん、アフレコってテストして本番テストして、こうこうこうで、ここはじゃあちょっと後で撮りましょうとか、ここはこういう感じでっていうあのディレクションいただいた後に本番、まあ2回繰り返すみたいなイメージなんですけど、テストの時ヒョロもジャガも吉純さんも松重さんも本番と違かったんですよ。そうですね、シド君お金って言ってたんですけど、でしかもディレクションがなかったにもかかわらず本番急に歌い出したんですよ2人。ね、今こそあのネタバレをしましょう、はい、ネタバレありでいいんですか、ね、お願いします。あれは実はテストの時は今言ったように普通に2人で叫んでたんですよ、うん、シードシド君お金って書いてて、うんうん、あれ台本にトガキっていう部分があるんですね、うんうん、その場面の説明してるところがあるんですよ、うんうん、そこにハーモニーって書いてたんですよ、うん、でハーモニーっていうのが実はアニメのハーモニー処理という言葉がありまして、うん、の絵の方のね、そう、絵の方の処理でそれを説明するために書いてたんですけど、うんうん、我々が雑談でこれハーモニーって書いてるからハモってるんですかねってハーモニー処理という言葉を知らなくて、そうハモってるんですかね、でもこれハモってるんだけど一緒に喋ってないですよねっていう話をしてたら、うん、本番で突然松岡さんがシードーって言い始めて、 それで僕が即座に乗ってシード君をかねって言ったって。すごいすごくないですか。
天才。それ別にそのディレクターさんに、うん、あの芥川さんに歌ってって言われてないんですよ。言われてない。で僕がただそれをだ別室で撮ってたから、うん、あの同じように来るなと思ってたら、頼りにしてるさ MHK って言ったら二人が歌い出したから思わず何事ってなるんだ。ってなって、でもそこで動揺して声を出さなかった俺よかったと思って。プロだ。はい、でもちゃんね、ちゃんとした声優さんはテストと違うことやっちゃダメですよ。いやいや、まあ、ね、それが許される影実のいい現場っていうのもあるし、皆さんもねアドリブたくさん、そのすごい名だたるキャストだからやられてるんですけど、ちょっとヒョロジャガのコンビネーション、ライブ感がすごい、本当にこの2人は。だってヒョロとジャガのそのセリフの間1秒もない、ないですね。シド、シド君お金なのに、うん、すぐ歌える松重さんがすっごい、いやでもあれは多分話してた時に脳裏で来るかもと思ってたんだ、思ってたんだ、吉重さんの心を読んで、そうそうそう、そうだから、でそれで真珠に反応できたっていう、すごいよ、素晴らしい、そんな職人芸の極みなんですが、はい、これは言いたかった。でそこから4話5話6話7話と偽札編なんですが、うん、5話だったかな、まずは順番に追っていくとデルタ VS ジョン・スミス、はい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 、あれはもうあれもあのアクションがすごいシーンで、そう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 、ね、あの匂いで気づいちゃうっていうちょっとデルタならではの可愛いところなんだけど、あれは俺実を言うと福山さんと一度も多分ほとんど一度も一緒にやってなくて、あそうかそうなんだ、掛け合いしてた、いやあのね、なんかめっちゃしてなかったか、私は ね、 そうそうしてなくて、でそうか、めちゃくちゃシドのなんか特徴の捉え方がうまいなと思って、めっちゃね後で聞いた時すごい感動した、すごい福山さんありがとうございますって感じ、そうそう、だしなんかやっぱあのバレた時の、うん、ボスって言った時の、あの言い方めっちゃ好き、あれ良かった本当に、あれむしろ見習うまであったもん、あれ聞いてすごい俺も使いたいとか思いながら、デルタでいうとね、シドとの掛け合い、ラーメン食っててチャーシューあげるとか ね、 ね、あーそうそう、なんかね心温まるようなね、そう話掛け合いが多くて、すごい肩車した疑惑あるしね、ね、そうそう、あのお尻がブリン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 、そうそう、ブリンブリンに可愛かったね。まあデルタファンはもう待ち望んだ2期のこの偽札で、嬉しいです、デルタファンも増えたしさらにね、うん、っていうところがありまして、先ほど映像で見ました6話アルファ、はい、初めましてそしてさようならっていう武装な挨拶が、ね、結構アルファ的にはすごく初めて見せる動揺というか、そうだ、ね、苦しい感情、今までこんな余裕のないアルファ見たことないなと思いました、うんうん、かけアフレコ当時は、まあ、結構前だけど、うん、福山さんと、とだった結構スケジュールがね一緒だったってような思うよ、じゃあ そ、 んな、うん、そういうことにするよ、でもすごいあの、かあのさ悲痛なセリフ良かったのよ、うんうん、でももうねこの日記普通に返すんだ、誰も触れない、これが瀬戸あさみスタイルだから、あの人のボケを殺すスタイルいいのいいのいいの、あのでもね結構置いていかないでみたいな、うん、悲しい、あと結構叫ぶ、あんな叫ぶの初めて聞いたかも、なかったもん、でもここがきっと見せ場なんだろうなって思ったし、うん、まあ、話の展開的にももうねやっぱなんだろう、スポットが当たる人が結構分かれてるからさ、うん、話すごとに、うん、もうここはしっかりもう悲しみに暮れて、うん、その次の話数につながるように、確かに、うん、その後もう喪失してたからね、もう自分を7話の頭三角座りでずっと座って、ちょっと可愛かったけど、そう、でもあそこはギャップがすごいあったので、うん、アルファを好きになった人が増えたんじゃないかなって勝手に思ってました、結構皆様曇らせ曇らせ曇ったアルファ様最高、あれは曇ったアルファって言うんだ、そう、あのそう、みんなすごいアルファが5話の時点で言われてたんですよ、来週はきっとアルファが曇るって、そう曇るぞちょっとなんか壁がすごい個性が強いなっていう、そうそう、まあでもね、そのそう影実ミニアニメの方でも、うん、あのアルファを心配して、あのアルファ様へこんでるから、うんうん、ああだこうだって言って、うんうん、本当はこうみたいなのがあって、ミニアニメの方も可愛かったから、でもミニアニメって終わ収録とか終わった後にまとめて撮って出たりするからタイムリーじゃないんだよね、本編とは別の時間帯で撮ってて、そう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 とかあったので、いろいろね、本編はその話数はやっぱりだから5話6話はめちゃめちゃ思い入れがありますね、うん、はい、そうですね、7話の引きは、ファイちゃんの推しのゲッタンタンが、はい、なんボコボコにされていたっていう結末でした、最高でした、最高でした、ラジオでも言ってくれたけどね、はい、ちょっとゲッタンタンもね頑張ってくれました、はい、さあそんな7話なんですけど、7話じゃねえ、偽札編なんですけれども、うん、なんといっても全世界の獣人ファン的にもかなり満足の高いケモ耳率だったのではないでしょうか、まあ、雪目もいらっしゃいますから、確かに、ね、夏とかなもいるし、で、うんうん、アンケートの時間です、今回のアンケートは、あなたが好きなケモ耳は、断然猫系、やっぱり犬系、ズバリキツネ系いかがでしょう、どうでしょう、やっぱり、まあ
お二人は特にね、うん、これしかねえだろうよっていう。お、まあ猫、普通に考えたら猫かな。あねえ、ちょ、私はどれでもなくて、うん、どれでもない。乗らんのかい。あの4番目ないんやけども。あの私、うん、からこう生えてる羊耳が一番好きで。いるかな。自分の癖が出てるね。いや正直ぶっちゃけ猫も犬も一緒じゃんって思って。はい、はい、ターン。次が、はい、はい、バトルです。なるほどね。そう、必ず思ったらまさか羊でした。いや自分の心に嘘つけないから。それがファイルズ道だ。 その生き方貫いて。うん、そう、ネズミ、うん、ネズミがいい。あ、そうね、やっぱね、家族がいるからね、ネズミがね、細長いのがいいな。そうそうそう、はい、まあそういう選択肢もいいです。あなたの心のままに皆様もね、はい、いらっしゃると思いますから。そうそうそう、ということなので皆様アンケートを回答してください。してると思うけど。残り10秒です。はい、すごい。どうだろう、キツネがいい。キツネがいい、瀬戸ちゃん。キツネ、キツネ、マシゲさんどうでしょう。猫と犬です。いやいや、欲張りセット。欲張りセットですね。なるほど。はい、ということでね、すごい自由な時間になりましたが、集計中でございます。これによってこの後のね、あれ、ね、気分にも変わりますよね。そうだね、うん、確かに確かに。何も喋らなくなる可能性がある、はい、犬じゃないとな。おっと、自分は羊と言っておきながら犬を求める。みんな犬を選ぶのです。おっと、ファンサービス、はい、 OK です。じゃあ、アンケート結果見ていきたいと思います。はい、OK です。いろいろ考えてるんだ私の方で。ありがとう、落ち着いて大丈夫。アンケートもそう、あなたが伝わってるよ。伝わってるよ。いくわよ。まったりやろ、まったりも。世論はこうです、どう。あら、おー、ね、まあ、猫じゃない。さっきよりはちょっとまばらになったけど、うん、猫が多い。ダントツだね、半数。あ、みんな、あ、ちょっとピリピリ。お前らちょっとピリピリ、ちょっとピリピリするぞ。お前らどうすんだ。おい、次行きます。おっと、みんな見る目がある。おっと、嬉しそう。おっと、さあ本編よろしくバチギスしておりますけれども、うん、まあ、あなたのね、好きな耳が一番いいということで。はい、お前らって言ってたけど。いいよいいよいいよ。お前らさ、盛り上がってます。お前らさ、デルタに家であるですとか、断然犬派とか言って散々期待させとけながら何なんだよ。はい、おっと、お怒りです。デルタはお怒りです。まあ、当の方に羊耳が。そうそう、まあ、確かにそうね。両成敗ですね。はい、はい、誰が言うとんねんって話で。まあ、自由にね、あなたが好きな獣耳を愛してください。はい、はい、ということで続いてはですね、何編というよりは、皆様話題騒然でしたアニメオリジナルストーリー第8話、竜の涙を振り返っていきたいと思います。映像こちらです。こうしてはいられない、行くわよみんな。はい、あれ、色、シャドウガーデンとバレるわけにはいかない。デルタが一番乗りなのです。私も続いていくわよ、お任せください。このまま攻撃を続けて、まだまだ私たちが頑張れるの。さようなら、悲しき古の竜よ。はい、ということで、アニオリ、みんなが待ってた水着会第8話でございました。すごい可愛らしい場面写ありますね、いろいろ。ゼータはすっげえ顔してるけど、ぎんなりした。確かにいないからね、いけないからね。なんといってもこれ確か皆さん七影とヒョロジャが一緒に撮れた。そうです、そうです、一緒に撮ったらしい。初めてだ。そう、初めてお会いして。あ、そっか、そうなんです。すごい温度感じゃんと思って、うん、2人がね、やっぱあれヒョロジャが、そう、吉木さんと松木さんは結構やっぱもう気合入って、うん、テンションがすごいです。マイクが足りなくても後ろでずっと叫んでくれてて。あ、そっかそっか。テストでは、うん、多分6、まあ、7人だとして2人でしょ、うん、9人仮に9人だったとして、そうそうそう、俺、私いなかったからね、そこ。そう、いなかったからね、はい、あ、いなかったからあれなんだけど、7で2で9で、それを4本のマイクで。そう、しかもわちゃわちゃしてるからもう足りなくて、うん、ね、なんかすごかった。松岡さんなんかうわーって言いながら、なんかその辺からどこのマイクにも入れないからうわーって。わちゃわちゃにぎやかのね。そう、
唯一シドが出ていない回、まあちょうど、主人公ですよね、ある種。確かに確かに。いいですか、いいですか、いいです、すごい顔してる。芋の実力者になりたくて。芋の実力者。ジャガカゲノでしたね。とかとか他にもね、それぞれこう水着みんなサービスだ。ひちかけじゃんけんしたね。やった、楽しかったな、あれ。ね、みんなでね。すごかった、辛辣。アルファはね、あの影の英知のパワハラって言って、ニューかな、ニューが私が誘われたのでって言ったら、あのあなたはおやあの仕事でしょうみたいな。そうそうそう、アルファが一番気合入ってる。そうそうそう、ノリノリ、あの可愛かった、あの落ち込み顔から、落ち込みノリノリだったのよ。ノリノリでみんな、つばの広いお帽子かぶってね、やだか、仁王立ちのようにね。そうそう、みんな可愛かった。でもさっきの話の仕掛けじゃんけんで言うと、僕あれ後ろで見ててめちゃくちゃ感動したんですよ。そうなんですか。確か七影じゃんけんじゃんけんぽんで1337かな、でなんかハイテンポにマイク入れ替わりながら最後揃ってみたいな流れだったはずなんですけど、だから台本読んだ時大変そうだなと思ったんですけど、皆さんテストも本番も一発でバシッと決めてました。確かにそう、じゃんけんぽんって言う人が違うんですよね。そうそう、言う人が違ったの。そう、入って抜けて入って抜けてみたいな。だからもう、おー、ええもん見たわと思って。そう、私は確かけんから入った気がする。そう、めちゃくちゃかっこよかった。素晴らしいだったんですよ。なったんですか、うん、今マウント取られただったんですよ。主人公だったんだね。俺なかったからね。俺だから、俺も俺だから、さあなんで旅出てたんだよっていうところでね。まあそんな8話だったんですけれども、龍の涙でお当番だった松毛さんにこう、ここはご説明をお願いしたいと思うんですけれども、アンケートを聞いていただいてもいいですか。あ、台本がね、すみません、あの主人公に台本読んでいただきたいなって。じゃあぶっちゃけ皆さん的に一番良かったところはどこなのか、 YouTube のアンケートを使って選んでいただきたいと思います、はい、ということで選択肢の方どうぞ。なんだろう、出ない。第8話の龍の涙の見どころはということで、はい、1番がヒョロジャガの活躍、はい、2番がベータさんの涙で、はい、3番が七影の皆さんの水着。これはね、なんか言い方が水着、水着というところで、まあ、分かりやすいな。皆様ね、何が好き、一番何が良かったかって人それぞれですけれどもね。何が好きって今もう言ってない。どれが好き？危ね、危ない。何が好き？どうでしょうか。出られた皆さんは何がいいんだい？あ、でもなんかベータの泣いてるお芝居がめちゃくちゃ良かった。すごい悲しくなっちゃったもん。そうそうそう。なんでみんなそんなひどいこと言うの？どんどん追い込まれていく感じがね、可愛かった。私だって頑張ってるのにって。で、俺はテレビでそれを見ながら、きっと別だったんだろうな。別撮りで後で全部撮ったんだろうな。裏ですっごい泣いてたんですよ、ベータが。そう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 、別撮りでした。ちょっとイヤホンでして、うっすら聞こえるかなっていうぐらいのセリフがあったから、皆さんのすごい奮闘に拍手みたいな感じで。そうだし、ね、その間もね、そう、なんかあのちゃんと泣くだけじゃなくてメリハリ工程とかもつけていろんなバリエーションがあったから、そこはなんかやっぱり役者さんとしてね、素晴らしいなと思いました。はい、ということでアンケート締め切りました。集計中でございます。あ、童貞ボーイ伯爵いたね、本の中の人。いたヒョロジャガのね、あれもすごい、なんか水着ってコメント多いね。多い、やっぱみんな好きなのね。やはりヒョロジャガの水着、ね、あ、でも一応着てましたからヒョロジャガ。確かに、ヒョロジャガの水着気合入ってましたね。はい、そうですね。あ、 OK ですか。じゃあアンケート見ていきたいと思います。こうなりました。どどん、そりゃそうだ、圧倒的ですな。最下位だ、惜しい、はい、惜しかったですでも15%、 でもこの中で15も取れるのすごいと思います。すごいですね。あ、そうだ、衣装、そう、8話といえばもうね、うん、この中にはなかったけど、ね、白衣装一気の、そう、オープニングの、まさかに反転されたっていう。さらにあのぶっちゃけると、実はこの生放送の前に、あの影実ラジオを撮ってて、さっき監督とお話をしてて、あら、あ、これか、そうそう、含めてこう、今ね、場面者出てますけど、監督的にあの裏話をお伺いした時に、まあ、あのこの温泉ランドの場で、シャドウガーデンがバレるわけにはいかないから、じゃあ七影のあのオープニングの白衣装にしちゃえみたいなことだったらしい。そうだね、結果それがね、エモさ倍増。しかもこの回のエンディングは、あの七影が歌うダーリンザナイトだったので、みんなバージョンで、すごいエモい特別な回でしたね。はい、ぜひ。あれですよね、一期の時は確かソロしか流れてなくて、初めて揃ったのが流れたみたいな。CD シングルだとみんなのだ聞けたのかな、確か。でもアニメは基本、そう、あれもう監督がサイコロで7人流した後はサイコロで順番決めてたらしい。そうだったんですか。7人を順番に披露し終わった。どういうあれ
っただろうってずっと謎だったのに、今謎が解けた。サイコロか9時かで決めたって言ってた。言ってた気がする。そうだったんだ。まあね、楽曲も含めて一気のことを思い返す素晴らしい8話でございました。ぜひぜひ、またね見返してください。ということで、8話が終わりました。続いてラストの振り返りとなります。ラストはオリアナ王国編です。こちらどうぞ。天の彼方、この静寂の世界より降り注ぐ究極の破壊、僕が超えなければならないもの。この場所を見て感じて改めて自分のなすべきものが見えた。初心を取り戻せたっていうのかな。君のおかげだ。ありがとう。だからこれで遊びは終わりだ。精一杯やってみようと思うから、どうか受け取ってほしい。なんだこれは、なんなんだお前は。アイムアトミック。は？はい、アトミックさせていただきました。お、ナイスアトミック。アイム、はい、こちらも場面者がありまして、影の MVP ド M ケツアトさんがいますね。名前がもう馴染んじゃったけど変だよ。そうです、はい、なしな。その通り、はい、11話のないないこれで私もラウンズだ、ないないでした、ね、大好きだね。めっちゃ面白かった。あれ面白かった。あのアップになる、無言でアップになる、あの空のケースが、あれ収録してる時どこまでができてたんだろうね。あんまり、あの、あんまりって言うとあれだけど、ここまで正確じゃなかったから、ね、合わせてくださってるのかもね。この時はもう一緒に撮れてたんですよ。おー、そっか。小安さんもいて、早見翔さんもいて、白石さんがいて、僕がいた。そういう意味で。俺はずっとこうやって笑わないように絶対楽しい。やってたなっていうところで、いい、あとはね、あの、こうサービス、サプライズ的にゼータもこう、あの侵入して戦ってたり、うんうん、アクションシーンが見れたりとかね、はい、とか、なんと、あとは、まあ559か、ウィキトリアじゃない、559だが出てきて、うん、この可愛いちょっとシャドウ様大好きな、ちょっとすごい子がまたね、うん、そう増えてきたりとか、いろいろとこうね、こう、ローズ先輩の話だったりとか、なんといっても先ほど今出ましたモードレット、小安さんが演じるモードレットが出てきました。ラウンズのね、第9席めっちゃ強いはずなんですけれども、うん、ちょっと一発でアトミックさせていただきまして、いろいろと、まあなんといっても結構なんだろうな、ローズに関しては結構息の頃から実は話がつながっていて、うん、結構息の頃も、オリアナ国王お父様を自ら刺してしまい、罪を背負い、そして、シャドウガーデンに入るものの、結構実はローズは一期の最初の無法都市編から通してずっと割と活躍というか奮闘している。そうじゃない、はい、なんか主人公なんですよもはや2期の。そうだね、確かに。そう、結構、偽札編の時も664665と一緒に活動して、ジョン・スミスと戦ったりとか、あのその説はすいませんでしたって感じなんだけどとかいろいろで、いざオリアナ王国が始まってもっていうところで、で満を持して12話でっていうところだったので、感動のシーンもありつつ、はい、なんかこう一番こう影実の中でも業が深いというか、悲しみを背負ったキャラなのかなっていうところですね。はい、オリアナ編だけ本当になんか、オリアナ王国編だけちょっともう急にやっぱね、終盤に向けて経路が変わったというか、ドラマチックというか、ちょっと重厚感がね、そう出たなって見てて思いました、はい、そこはね、あくまでも我々は影で裏ですってやってるから、うん、やっぱりネームドキャラクターに光が当たるっていうところで、うん、ローズはまさに覇王主人公だったんじゃないかなと思いますね。はい、で最後にアンケートをするのは、まあ、オリアナ王国編ですから、このアンケートを取りたいと思いますよ。あなたが好きなローズ先輩の髪型は？オリアナ王国編といえばそうですよね。なるほど。縦ロールが揺れるロングヘア、三つ編みがポイントのボブ、新しい髪型が見たい、あのファイルズスタイル、あ、なるほど、無限の選択肢、その他ね、どうだろう、まあ、でもロング縦ロールがやっぱり、ね、私も印象 的、縦ロール2票入りました。一期の時やっぱそれを切ったっていうのがやっぱ印象的じゃないか。そうだね、ラムダにね、全て捨てろバーンみたいな悲しみのエンディングでした。やっぱり縦ロールだ、縦ロールだ、縦ロールが、浅井さんも縦ロール、縦ロール派だ、ダブル縦ロール、うん、僕は一期の最終話で突然切られてザンバラになった時の短髪。新しい髪型、そう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 、切られた時、整ってない、ね、そう、ちょっとこれ見ていいのかなみたいな状態の時のあれ、あ、全身含め、そうだね、あ
全身含めですか。全身含め。なるほど。ちょっとあの壁出しまくりな。まあ皆さんもね壁出してもろてって感じなんですけれども、あのデルタは10秒集計10秒ですよ。はいちゃんデルタとしてはローズとほとんど絡んでないんだが。そうなんだ。いいよ。好みは？金髪って時点で押せるのでベリーショートがいいです。これが新しい。新しい。もっと切りたいってこと？もっと切りたい。全然足りない。それじゃあ、はい、ベリーショートいただきました。もっともっと、はい、ボブ派。あコメント欄もね皆様いろいろなお答えが、あな誰がアイアムマニアックじゃん。うまいうまいこと言うな。はいということでね、いろんな、今集計中です。うん、自分はおどう、おどうだ、なんだスイちゃんは。ねショートがいい。あのボブショートボブがいいな。あボブね、ボブぐらい。OK ですか。いただきました。はい、いただきましたね。いただきました。はい、集計いただきました。何をいただいたんだよ。集計いただきました。ということで、ローズへの世論はこちらです。おおおおボブだ。ボブだ。ボブ。やっぱりボブなんだ。確かにボブもボブでなんかこう決意が見える感じもあって、ストーリー込みなっていうところは確かにある。でも新しい髪型も多いね。何がいいんだろう。みんな新しい髪型あったら教えてくれよ。ね、新しい髪型って言った人なんて入れたん、どういうのを想定してるんですか。ね。縦ロール、ボブ、ボブ可愛い、ショート最強。やっぱよりショートで、ショートの方がボブより短いから。ジャガ狩り。ポニーテールだって。あ、ポニーテールか。ハーフ、あ、すげえコメント欄加速してる。早い早い。ハーフアップ。ハーフアップ。ウルフカ、壁が。はい、アフロは嘘でしょ。ポニテ、ストレート。ポニテが多いな。確かに。願いが叶うわけじゃないのにみんな。ハーフアップ、ハーフアップ。届くかもしんないから。そう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 。かけますよ。そうだよ。このかけますね。もしかしたら。そうそう。あら、反映されるかもしんないからみんな言葉にするのが大事だぞ。今なら直通ホットラインだよ。通サイドアップ。いけいけ。もう読めない。早すぎ。ね。あでもベリーショット何人やっぱいるいるね。ファイちゃんの思いが届いたね。届くかもしれない。これどころ坊主がいるのは何なんですかね。壁か。はい、ちょっと壁が。壁なのか。はい、壁が多いですよ。まあすまん。はい。一番今日で一番盛り上がって早い。早い。大喜利解除締め切りますよ。はい、ということで、はい、皆様ね乗っていただいてありがとうございました。今後のねローズあのかけますとかでも楽しんでいただければ嬉しいです。ということで駆け足ではありましたがセカンドシーズンを振り返りつつ、注目ポイントをいろいろアンケート機能を使って皆様と楽しんでいきましたということで、以上影の実力者はみんなのセレクトが知りたいでした。そしてお待たせしました、この後は、制作が決定しました残響編について考察をしていきたいと思います。ということでこちらもコーナーとしてやっていきたいと思います。こちら影の実力者は新たな謎を探求したい。おはい、サブタイ回収ですということで、最終話の後に制作が発表され話題沸騰となりました。あ、後ろ変わってる。ねえ、一話のあれだ、時だ。はい、シャドウガーデンです。月が上がる時だ。走る、はい、いいよ、いいよ。待てー、はい、いいよ。走っても辿り着けない。待てー、永遠に辿り着けない。楽しいね。はい、あとどのくらいやるかよくところで。ということで、まあね、こんな風にはしゃいじゃう影、実なんですけれども、残響編が発表されました。影、実の、テレビアニメをファーストシーズンから見てくださっている方には、あ、そうそう、それこそ、まあ、あの最終話、先ほどの12話はアトミックで終わりましたけど、その後がありました。はい、といえば、ファーストシーズンと重なるなんかデジャブ感もある見応えのたっぷりのシーンがいっぱいあったと思うんですけれども、ここではですね、ファーストシーズンの第1話そしてセカンドシーズンの最終話を合わせて比較というか、見ていきたいと思います。場面写で振り返っていきます。こちらです。はい、上と下が対比になってるのかな。いいとこに。鋭い。いい質問ですね。これ皆さんもお気づきの方も多いと思うんですが、上の段が、シーズン1の第1話、下の段が最終話、セカンドシーズンの第12話ですね。はい、そうね、下駄箱とんでもないところことになってるよね。電気がわからない。電気ないしライフラインがやばそう。確かに確かに。いい考察ですね。とかね、ピアノが大変なことになってる。もうひさげてるよ、なんかわかんないもん、ね、すごい比較でございましたけれども、まあ、これがじゃあ1話から、12話、セカンドシーズンの12話だから、はい、およそ約2クール分ぐらいでこんなになっちゃった、何があったんやっていうところですね。はい、ということで日本に何があったのか、続いての場面写も比較していきたいと思います。こちらです。おお、これは分かりやすいですね。同じく上が1話で下が12話、これは同じ絵のようでいて、あの左端か、皆様が見て
台本が剣になっ剣武器かになっているという、何があったんやと。もともとこの、ね、西野さんは、まあ、女優さんだった、うん、まあ、いわゆるその学校でも有名なヒロイン、うん、クラスのヒロインだった子がこんな武器を持って何様って言っちゃった主役の座をみたいな、やばい、出現したと何様や、何事やっていうところですね。ごめんなさい、ごめんなさい、西岡さんごめんなさい、本当にごめんなさい、間違え、西岡さん本当ごめんなさい、すいません、危ない危ない、あ、もうカットできないのが生放送恐ろしいところです。そんな、もう西野様、西野様が見てください、なんか光を放っている、どういうことだい、3年前まで、3年くらい前だよね、結構時が経ってるんですよ。だってなんかその年齢なことを言ってさ、なのになんで制服着なくちゃみたいなことね、セリフでも言ってたし、何があったんだっていうところで ね、まあ、成長したとも言うべきなのか、まあね、いろいろと最初は大変な目に遭ってたりとかもしたんですけれども、はい、すごい、まあ、明らかにその考察の一つとしては、12話でモードレットが言っていた、世界って実は宇宙がめっちゃあって、ま、その宇宙同士がぶつかることによって、あの新たなものが流れ出して魔力がうんぬんかんぬんって、モードレットが言ってたことは実はめっちゃこの世界の考察に必要なんじゃないのみたいな、ぜひぜひあの楽しみにしていただけたらと思いますね。はい、でこちらももう一個、場面写あります。こちらです。ドン、出るかな、最後の場面写出るかな、出ました。はい、何から話したものか、上が1話、うん、下が12話です。お、一応言っておくと同一人物ですね、上下。なんと、はい、こちらみんな変わったな、スーパー変わったところじゃない、変わった大学デビューのノリで言わない、そんなみんな変わったな、面影ないで全然違うじゃんか、はい、もうこのね1話でシャドウ、うん、なんなら影のミノルくんにぶっ倒された、古川誠さんと小林千佳弘さん演じるスーパーヤンキーみたいな、お二人とも覚えててくださってたかな、そう影術のことなんなら僕最終話の12話のアフレコ撮った後、歩いてたら千佳弘さんとすれ違って、すごいですねって言っちゃったあんなことになっちゃって、千佳弘さんもすごい楽しそうに、いやまた出ると思わなかったなみたいな、喜んでくださってて、実際あのバグってたし12話で、あの西の西がガガガみたいになってたから、うん、そうすごい面白かった。最後だってこと切れる時スタイリッシュって言ってましたスタイリッシュ、収録違かったからどんな感じだったのか直接は聞いてないんですけど、めちゃくちゃ面白かったなっていうのと、まあそもそもですよ、なんでメカになっとんねんっていう、確かにそうだよ、西の西岡さんは剣からビームが出て、うん、2人はメカ化してどういう世界観やねんっていうところで、あのすごい気になるところで、最後は、あの時と同じように、シド、今度はシャドウとして、名乗って出てきまして、西谷さんがシャドウって言って終わるみたいな、で、あのなんだろう、タイトル、ドーンって出て、もうすごいこっちの情緒をこう整理させる間もなく一期の主題歌ハイエストに締めるっていう激エモでしたね。サブタイが確かハイエストだったんですね、最終話がだったので、すごい、まあそこからつながって、じゃあ残響編はあのこの場面だとともにこの続きなのか果たしてっていうところが気になるんですが、ガチで我々は本当に何も知らない、はい、なのでぜひここは考察やいろいろこう皆様の応援というか考察をしていただけたら嬉しいなと本当に思いますね、はい、はい、ということで改めてちょっと今度は別の画像で振り返っていきたいんですが、劇場版制作決定とともに解禁になったウルトラティザービジュアルを見ていきたいと思います。こちらになります。ババン、ウルトラいいな、はい、ね、なんかすごく見慣れた景色のようなそうでないようなって感じで、影の家の墓、影の家代々の墓か、この傷なんだろうとか、ね、後ろの建物にも同じような傷がありますね、傷がある、影、これ見えますかね、あのお墓の前に誰かが立っている、そしていいな、お花が一つ添えられている、リンドウかな、お、わかるの、ね、何なんだろう、これ意味があるのかな、ね、いやなんかもうありそう、ね、ありそうだよね、一輪だけっていうのも、ね、そう、この花を特定して花言葉を調べるまでがワンセットです。なるほど、花言葉もね、束になってるのと一輪だとまた違ったりするから、そうなんだ、そうか、あとこんなに澄み渡ってる空もやだ、なんか、なんかやだ、一本が雲がこうなってるのはあれはなんか通ってるのかな、なんか舞、なんか落ちてきてるのかな、なんかありますよね、シャドウかな、違うか、アリオルだったもんね、なんか上がってきたの、シューンってきたのかな、誰か来たのかな
いやでもすごいコントラストがいいですねこれは。ねすごいなんか今までやっぱダークなあのビジュアルが多かったから、確かにこんな現実的なビジュアルちょっと一瞬何の作品かわからないぐらい。めちゃくちゃいい、ね、不穏な空気が凄まじいです凄まじいですね。驚いてリツイートしちゃいました、うん、ねっ知らないと思って、はい、僕も知らなかったからちょっと待って私も知らないって思ってキャストも知らないそうそうやるかっていうこれ影実だよねよしって思って違う作品じゃないよねって言ってやったりとかしてたんですけど、まあ本当に考察は尽きない、しかし我々はまだ何も知らないというところで、はいはい、ここで一つ、劇場版に向けてこの方からコメントをいただきました。え誰、うん、誰これも出るのかな、ババン、ババン、おお、西野茜役堀江由衣さんからコメントをいただきました。すごい。で、はい、そのいただいたコメントを瀬戸ちゃんに紹介していただきたいんですが、うん、はい、お願いします、はい、では代読させていただきます。はい、劇場版影の実力者になりたくて残響編制作決定おめでとうございます。たくさんの視聴者の皆様の応援があってこそだと思いますので、作品を見てくださった皆様本当にありがとうございます。なんと第1期では1話、第2期では最終話のみの出番でしたが、劇場版では茜ちゃんがたくさん出てくるという噂を聞きました。茜ちゃんの戦いや思いを知ることができるのが今からとっても楽しみです。時間はまだありますので、第1期と第2期を見返したりしつつ劇場版を楽しみにしていただけたら嬉しいです。そして山下さん、は、はい、アフレコ現場では一度くらいしかご一緒できませんでしたが、はい、お元気ですか？元気です僕は元気です、はい、おかげさまでこんなにアトミックになりました。はい、といただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にすごいこのタイミングでちょっとこうさらにワクワクするような情報というか、堀江さんからのコメントいただきましたね。はい、ということでますます期待が高まるんですけれども、待っててよかったと思っていただける仕上がりになるよう今スタッフの皆さんが鋭意制作中とのことで、どうぞ公開をお楽しみに。以上、影の実力者は新たな謎を探求したいでした。イエーイ。そのままどんどんいきますよ。続いてはこちらです。影の実力者は年末年始も影マスを楽しみたい。イエーイ、楽しいね。はい、みんな大好き影マスの、時間でございます。ここからは影マスの新情報をお届けします、はい、早速もうどんどん進んでいきましょうか。開催中の、はい、映像があるということなので、こちらの映像を見ていきましょう。お願いします。私は王を殺し、国を裏切り、影の組織に身を委ねて弁解はしません。私には託されたものがあります。もう迷いや後悔はありません。私のすべきことはもう分かっています。オリアナの王女として断罪します。私は未来を託されたの。はい、ということでこちらの画面、映像、画像とともにお送りしますが、縦ロールでございます、はい、シャドウフェスに現在開催中の影マスで開催中のシャドウフェスにアニメでも登場したウェディング衣装のローズが登場しております。開催中のシャドウフェスなんですが、 SS キャラクターの出現率が通常の 1.5 倍ということで、ぜひまだ手に入れてない方は31日まで開催中、今年か、あとちょっとや、今年いっぱい開催中のシャドウフェスでぜひ入手してください。そしてさらにですね、タイムリーなんですが、本日今日の13時から開催スタートしたお正月イベント全力疾走大伊勢アスロン会が開催中でございます、あらすじといいますか、アナウンスオーバー、どことは言いませんが、さらなるクオリティアップのため、張り艶や弾力などが理想的な餅心餅を手に入れるため、昨年アルファとデルタが参加した獣人のお祭り大伊勢アスロンに参加することを決意したイプシロン、付き合わされる形で参加したゼータですが、はい、イプシロンからは珍しく本気を出しているように見えということで、この2人が繰り広げる勘違いドタバタコメディーをお楽しみくださいということで、浅井さんにね、なんといってもゼータ役の浅井さんにちょっといろいろアナウンスをしていただきたいです。はい、イプシロンに付き合わされる形で振袖を着せられたゼータが登場しております。この姿で交流画面に登場するゼータは、ゼータファンのみならず誰しもが魅了されること間違いなしでございます、うん、そしてもちろんイプシロンも登場します。振袖を魅惑的に着崩しているゼータとは対照的に、きっちりとした着こなしのイプシロン、おなじみのツインテールではなくロングストレートも非常に魅力的となっております。はい、まずは
男子の意見を聞きたいな。松木さんどうですか振袖どうですか率直に。いやでも着物はちゃんと着た方がリアルな意見。マジです。そうですね、風邪ひくからってことですよ ね寒いから。いやちゃんと着てこその美しさってあるじゃない。あ、なるほどね。確かに確かに、 確かにちょっと心配になるほど畑けておりますね。そうですそうね。珍しいですよね、ゼータさんがこんななんか艶やかというか、確かに確かに、 確かに、かっこいいイメージがありますね。ちょっといつもと雰囲気が変わってますよね。雰囲気という意味ではイプシロンも普段ツインテールなんですけど、ちょっとこう大人っぽくさらに見えるというですか、可愛い感じですね。さてここからは女性陣、しかも3人とも、ね、演じるキャラクターが大泉アスロンに関係があるの で、はい、結構まあといっても今日開催したばっかりなので、うんうん、ネタバレにならない程度にあっさりこう感想とかなんかあります、はい、収録した時に、はい、大泉アスロンっていうセリフ読んだ時にもう1年経ったんだって思った。時の流れ確かに早いな。大泉アスロン知ってるぞって なんかもう正月だっていうね、この時期が来たかと。そう、ね、でも今回は活躍してるちょっとメンバーがね、うんうん、変わったりもしてるので、ね、前回の時はねアルファとデルタの2人がいろいろやったり、うん、あれデルタはハゴ板してたんだっけ。はい、ハゴ板をしたのです。おお、いい元気でいいね。楽しかったです。本編で見てください。小学校楽しかった。ハゴ板見てください。 PV の方でもね、今は流れなかったんですけど、 PV の方でもゼータとデルタがいつも通りわちゃわちゃハゴ板してましたね。もうもはや飛んでたと言ってもいいぐらい、うんうん、はい、さて今回 SS のゼータなんですけど、浅井さん的にはどうですかね、こう演じた感想とかこのイベント。演じた感想、でもその去年のその年末年始に登場してたこの2人、うん、アルファとデルタの話の、うん、なんだろう、こう話の続きとしてもつながってるので、うん、まあ、去年楽しんでいただいた方は、うん、もちろんさらにより楽しめる内容になってるなっていうふうに思いますし、なるほど、なんかやっぱり普通にイプシロンがいつも通りで可愛いなっていうところもありますね。いつも通り、いつも通りです、ね、どういうことか気になりますね。ある種、ある種はいつも通りなイプシロンというか、PV だとね、あのぺったんこって言ってたイプシロンが可愛いって言って言われてましたけれども、いろんな意味でね、あ、まあいいや、これ以上はやめよう。イプシロンに消されてしまう。はい、ということで、まあね、すごい、あの大泉アスロン会現在開催中ですので、うん、あの楽しみにして、あの遊んでくだされば嬉しいです。お願いします。はい、そして、現在ですね、かけますは、アニメ11話と12話で描かれたオリアナの決戦を追体験できるイベント、アポカリプスが開催中です。こちら、あのモードレット、まさに本編でね、めちゃくちゃ強そうに登場してアイムアトミックさせていただいたモードレットが率いる黒きバラによりオリアナ各地に出現した魔獣やラグナロク、モードレットをプレイヤー全員で共闘して倒す協力型レイドイベントとなっております。参加するだけでもらえる報酬もあるので、モードレットをみんなの力で倒しましょうということで、これめちゃくちゃ強いらしいので、あのぜひぜひ総動員で頑張ってください。そのね、ぜひよろしくお願いします。そう、強いからね、それは強いに決まってんだよ。小林さんの覚えですよ、かっこいいんだよ。本来はシャドウからしたらあれなだけで強いからね、ぜひぜひラグナロク黒木バラを倒してください。そして、なんとですね、影マスの方からのこうなんだろうな、プレゼントというか施策として、ベータの等身大マウスパッドが制作されるってアナウンスを以前にしたと思うんですけど、その受注が開始されました。そして本日現物をこちらにご用意しました。こちらです。なんと、あれ何、ちょっと俺の隣で寝てるよみたいな。ご覧ください。入りきれてない。結構ね、重量感があるんです。重いんだ。ちゃんとすごい、これが皆さん天然の。おっと。よければこう320度で。それ以上は。見えてない。ご覧ください。もうこの。すごい。このリアルな。すごいね。想像以上に大きい。ちなみにこれはマウスパッドなんですよ。でもさっきこうやって手をね、うん、こうやって置いてみたの、はい、やっぱりでも手が楽だなっていう、普通に実用性がすごい。実用性、実用性、まあね、それは実用性、皆様のデスクワークを支える、支えます、データですから、癒してもくれるし、はい、ちゃんとこう手も休まるよっていう、はい、顔もね、かわいいしね、この間なんかご説明いただいたんです、はい、これなんか医療用シリコンが使われてるとかの話で、そうなんです。ガチで腕のあれ、そう回復感があって、だから多分本当にね、なんか リアル、はい、うん、私ここがさ、ちゃんとこれツヤがね、ちゃんと印刷されてるんですよ。大事なとこ、触り方を気をつけてください。あのこう、あのスライムスーツ、持ち方むずいよゼータスライムスーツの ね、 ほらほらね、あの光感というかね、そう、もうちゃんと再現されておりますのです、はい、クオリティだ。
素晴らしいですね、はい、すごい、いろいろ伝わりました、はい、でこちらなんですが、受注がもうできるということで、こちら詳細は影マス公式 X をご覧いただけたらと思います。改めてアナウンスもさせていただければと思います。その受注期間なんですが、まだ来年か1月14日までとなっております。はい、なので、完全受注生産ということなので、予約側を忘れることのないようにぜひぜひ、よろしくお願いします。1月14日までですということで、楽しんだ、はい、楽しんだ、うん、はい、よかったね。ということで以上、影の実力者は年末年始も影マスとマウスパッドを楽しみたいでした。すごい突き出した、はい、もはやベータがいるのかって思っちゃうぐらいなんですけれども、ここからはアナウンスとかお知らせの時間です。まずはパッケージ情報。影の実力者になりたくて、セカンドシーズンブルーレイ &DVD の発売が決定しております。全3巻での発売となります。ボリューム1は2024年来年の1月24日水曜日発売でございます。今回もキャラクター原案東西先生書き下ろしスリーブケースを使用、その他特典には特製ブックレット、絵コンテ、原画集、そして、影マスの SS キャラ確定ガチャチケットを含む特典シリアルコードなどが封入されます。はい、そしてですね、続いてのお知らせは、来年5月26日日曜日に開催されます影の実力者になりたくてスペシャルイベントの優先販売申し込み券もこの第1巻に封入されております。そのイベントの出演者は私山下誠一郎と瀬戸麻美さん、三森すず子さん、ファイルーズ愛さん、金本久子さん、浅井彩香さん、そして主題歌を歌う奥とのお二人でございます。ぜひパッケージこのボリューム1を手に入れて影実のイベントに遊びに来てください。はい、そして2月28日にはボリューム2も発売となります。特典としてアニメオリジナル回第8話竜の涙のストーリー原案となった原作者相沢大輔先生による書き下ろし短編小説が封入されております。ぜひこちらも手に入れてください。そして3月27日発売のボリューム3にも豪華特典がいっぱいです。詳しくはこちらも公式ホームページをチェックしてください。そしてさらに発売に伴いまして、早期予約キャンペーンをはじめとするさまざまな特典がつくキャンペーンが開催となりますので、こちらの詳細もぜひチェックしてください。続いては主題歌情報です。オクトによるオープニング主題歌グレースケールドミネーター、シャドーガーデンナンバーズが歌うエンディング主題歌ポラリスインザナイトは各種音楽配信サイトにて好評配信中です。さらに第7話の挿入歌だった前島真由さんが歌うエブリシングイズチェンジングも配信で聴くことができますので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、続いては原作コミカライズ情報でございます。原作小説影の実力者になりたくては現在6巻まで刊行中。月刊コンプエースにて連載中影実漫画版は第12巻まで発売中。そしてスピンオフ漫画影の実力者になりたくてシャドウガイデンは第6巻まで好評発売中でございます。こちらぜひお手に取ってください。よろしくお願いします。続いてはコラボ情報です。現在アトレ秋葉原にて影の実力者になりたくてキャラポップストアが開催中。ブラックペインタースタイルに身を包んだシャドウと七影の書き下ろしイラストを使用したグッズの販売や、素敵な景品がもらえるミニゲームを実施中です。開催は2024年1月21日までとなっております。また EC 販売も予定しておりますので、詳細はキャラポップストア公式 X をチェックしてください。続いてはグッズ情報なのです。ブシロードよりトレーディングカードが続々登場。現在コレクションクリア影の実力者になりたくてが発売中。またトレーディングカードゲームリバースより影の実力者になりたくてブースターパック第2弾の発売も決定しております。こちらは来年3月8日より販売予定ですので、ぜひチェックしてくださいね、ボス。うん。はい、そして続きまして100円ショップダイソーセリアキャンドゥさんにて影の実力者になりたくてのグッズが販売中です。今見ていただいている他にもさまざまなアイテムがラインナップしておりますので、ぜひお近くの100円ショップをチェックしてみてください。うん、俺だ。あの声ボスが忘れたのです。急にやってさ振ってくるから止まっちゃったよ。最後に、あ、最後これは貯めてよかった。最後に初出し情報、初出し情報です。以前ですね、ゲームの影マスにて、大好評のストーリー七影列伝のコミック化企画が進行中とアナウンスをさせていただきました。そう、要は七影列伝が漫画になりますよと、ということなんですが、そのビジュアルを今回初公開したいと思います。こちらです、どうぞ。わあ、すごい幼少期だ。はい、こちらタイトルはですね、影の実力者になりたくてマスターオブガーデン七影列伝、そして漫画は、かんこ先生に担当していただきます。こちらどうすか。
なんか超可愛い。タッチがちょっとレトロっぽい感じで、ね、あすごいさすがやっぱ、ね、めっちゃ可愛いんだけど、なんか時代を感じるよね。やっぱりその過去であるっていうところとかが、ねちゃんとこの影光の影感とか質感がいいね。なんかやっぱめちゃくちゃいい東西先生 の, その、ね、原作小説の絵があって、うん、アニメではまた書き下ろされたアニメの絵としてのものもあるし、今回さらにこの看護先生が描くちょっとやっぱこちらの看護先生の絵柄というか、うん、またちょっと違ってすごいいいよね。なんかデルタと髪お揃いだ。このあらちっちみデルタと耳つけたら完璧やないのよ。じゃあ次は耳猫耳ゲットできる。あれ犬だ犬だ犬だ。しかもあんた羊が好きとか言ってもうめちゃくちゃだ、ねね、もう気まいらになっちゃってるけど、まあね、すごいこのねいろいろ この絵でどんな風に物語が展開されていくのかっていうのを楽しみですし、はい、ぜひぜひ気になる方は影マスをプレイしてこの七影列でも遊んでいただけたらさらにアニメの解像度が深まると思います。ということでこちらも楽しみにしつつ、以上影実からのお知らせでした。ありがとうございます。いやあっという間ですね。早かった。いやあっという間にもうエンディングです、うん、はい、はい、早いということで、まあ本当にこう無事ね12話まで放送しまして劇場版の告知ができましてというところなんですけれども、うん、最後にまあまずは、僕らから挨拶をさせていただきたいと思うんですが、まずは松重さんからお願いします。はい、改めましてジャガミアゴの松重慎です。本日の配信と、第2期の12話、最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。第2期になって1話あ第1期に比べてすごくこのヒョロジャガの出番がめちゃくちゃ増えたんですけど、これだけなんかスタッフの皆様に面白がってこう出番を増やしてやろうと思っていただけるってこう本当に役者冥利に尽きるというか、それをなんか松岡さんとも現場でお話ししてたんですけど、本当にありがたく、これからもね影実のちょっとしたスパイスというか面白作りに少しでも貢献できればなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いも仕上げます。新しいのができた。すごい、ありがとうございました。すごいいいな。いいな、そういう挨拶欲しいな。さあ、そんなじゃあ次はゼータにお願いしようかな。浅井さんお願いします。はい、改めましてゼータ役の浅井彩香です。今日は皆さん本当にご視聴ありがとうございます。約半数の方が、猫派ということで非常に嬉しいと思います。マウント取るな。助かる嬉しい嬉しい嬬しい声が。もう本当に第2期も本当にすごい盛り上がりで、今回の生放送もすごい人数の方が今ご覧になっているということを聞きました。本当にありがとうございます。来年もね、今年は2023年はもうあと何日だ3日ぐらいで、あと3日で終わっちゃうんですけれども、2024年、先ほどお知らせにもありましたイベントもありますし、こう劇場あとで最後言えない最後じゃあちょっとね取り入れ、ね、ごめん、はい、ごめん、さっき公開されてた劇場版のね、期待もありますので、そんなワクワクな気持ちを持ちながら一緒にゲームの影マスも楽しくプレイしていただけたらいいなと思っております。来年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は本当に今年もありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です良いお年を。仕事場みたいな。今1万2千人が見てるんですね。すごいドームじゃんここ。ドームです。野球ができます。はい、ということで続いてはファイちゃんにお願いします。はい、改めましてデルタ役のファイリューズアイです。そうですね、もう去年一昨年とこうずっと影実色の1年間だったんですけれども、今年はもう劇場版も発表されまして、で影マスの方でもたくさんいろんなボイス取らせていただいて、なんかこう毎回デルタとしてこう喋るのが本当に楽しくて、こう心からこうなんていうのかな、こういろんなものを発散できるのがデルタのいいところだと思うので、私も自分の心に我慢せず羊耳って言ったんですけど、皆さんが受け入れてくれて嬉しかったです。来年も一緒に影実盛り上げていけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いしますなのです。かわいい。ありがとうございました。ありがとうございます。では第一席アルファ瀬戸ちゃんにお願いします。はい、アルファ役の瀬戸あさみです。ここまでご覧いただきありがとうございます。いや、今日は最終話放送記念特番と目打ちまして、アニメはねこう最終話を迎えたんですけど、今日お知らせした内容だけでも本当にこう勢い止まらずっていうのが皆さんにも伝わってるんじゃないかなと思います。でも本当にこの勢いというかこのコンテンツの展開は応援してくださる皆さんのおかげだと思いますので、引き続き
影実をねみんなで盛り上げていっていただけたら嬉しいなというふうに思います。今年もお世話になりました。来年も楽しみましょう。ありがとうございました。良いお年を。さっきなんて言おうとしてたの、うん、最後に言ってくれるんじゃない、もしかして。言ってくれるか、楽しみ。超面白い。今年はあと何日なのかな。ちょっと笑い待ち、聞こえなかった、こっちだと 笑う準備しないと、ね、笑う準備。本当にたくさんの皆様の応援のおかげでこの作品謝罪謝罪っぽいのよ。最後まで駆け抜けることができました。本当に今コメント欄で1万2000人エキストラでも雇ったのかなってしどらしく言ってくれたんですけど、本当に皆様一人一人が本当にこう応援してくれたおかげでこの作品が成り立っていますし、ここまで来れたのかなと思います。はい、なんですがやはりこうスタッフさんともお話ししててもまだまだこれからやれるっていうところで、まあ、とりあえず今年はこう本当にたくさんの人に影実を楽しんでもらえて、よかったなと僕自身も思いますし、影実によって、なんだろうな、僕だったりいろんなものを知ってくれたりとか影実の輪が広がって、それこそさっきちょっと、グッズの紹介したんですけど、僕の、知り合いの方のご友人がもう影実大好きで、さっき の、 グッズも持って写真で送ってくれたりとか、実はいろんなところにこうファンの方が潜んでいなかったりするんですけれども、たくさんの人に愛されているコンテンツだなと思って本当に嬉しく思います。本当にまだ何も知らないので残響編どうなるかわからないんですけど、ちょっとまあ一旦こうなんだろうな、お時間をいただいてさらに力を貯めて、今までになかったシャドウ指導そして影実を皆様にお届けできたらいいなと思っております。はい、なのでなんだっけさっきの、今年はあと何日なの。あと3日。素晴らしい連携。そういうこと。あと3日と。あいや、さすが。ここでハイエスとかかかるから。そう、さすがさすが。素晴らしい、さすが。最高。面白い。次は劇場版で会おう。せーの、またねー。面白いね。一つだけの結末へ。 Now come on, cruising my voice.